僕はこのゲームを始めたばかりの初心者だ。毎日コデパでバカにされる。こんな生活も嫌だ。なんだここは。そこの兄さん、ピグパーティーにログインすると無料10年ガチャが引けるわよ。ちょっと試してみない？うお、マジかよ。試してみるか。当たったぞ。無料10年ガチャで変身だ。ピグパーティーやっぱりすげー。ん、何この男、コーデ力たったの1万しかないじゃん。うわ、またこいつか。コーデ力20万もあるよ。課金してるでしょこれ。ちょっとお兄さん、いくらチャージしてるの？数日でコーデ力数百万なんておかしいわよ。初回チャージしかしてないよ。聞いたことあるだろ？今ログインしてチャージすると報酬がゲットできるんだ。さらに毎日ログインで顔パーツゲットだよ。たった3日でコーデ力爆増って。黒板なんて秒殺最高だ。ボス、このゲームはチャージしなくても強くなれるんですか？できるのじゃ。けど時間が必要だの。では、早くおしゃれになる方法は他にありますか？それも可能じゃが、お金が必要だの。おじいさん、どうやって強くなるの？豪華ギフトの特典コードを試してみるのじゃ。コードはピグパーティー。うわぁ、お洋服がたくさん増えたよ。優勝者は、小高さんです。買ったぞ。公式モデルになるのも夢じゃない。土下座しろ。兄貴、土下座しろ。さっさとしろ。土下座で会長がいらっしゃった。まだ会長の前にひざまずかないのか？なんだと？あのピグパキング、早くピグパキングの前にひざまずくんだ。今回の無礼は先輩返しだ。